ホーム駅前風景守護課管理、カードリーダー南荒尾駅は、熊本県荒尾市松永にある、九州旅客鉄道鹿児島本線の駅である。ラムサール条約出地荒尾干潟駅の愛称が、ついている。荒尾市が、三井三池炭鉱で栄えたことで人口が、爆発的に増え、当時人気のあった、荒尾第二海水浴場へのアクセスのために、増設された駅である。当時は、 地元のラジオで海水浴場の状況が伝えられるほどの人手で、荒尾第二海水浴場へのアクセスとして賑わった。現在は、熊本県立大使高等学校や、熊本県立玉名高等学校、付属中学校などの学生利用が多い、相対式ホーム2面2線を有する地上駅。互いのホームは、古線橋で連絡している。 簡易駅舎を有する無人駅であるが、稀に管理駅である。荒尾駅から社員が派遣され特別改札を実施することがある。近距離切符の自動券売機が設置されている。2016年からの1日平均乗車人員の水位は下記の通り。周辺は田畑と住宅が混在する地域である。当駅のすぐ東を国道八十九号が南北に走っており、 参考バス南原尾駅前バス停も国道沿いにある。また、すぐ西側には有明海が広がっているが、間近で見るためには一旦国道へ出て、北側か南側の踏切を横断しなければならない。ABCDEFGHIJKL、週刊 JR 全駅、全車両基地33号熊本駅、カレー川駅、大畑駅ほか、朝日新聞出版。 週刊朝日百科2013年3月31日22ページ交通新聞 P1 駅別乗車人員ありがとうございます